こんにちは、オリです。今回ですね、簡単に人を殺せる力を手に入れたシナモン使っていくんですけど、この子がですね、めちゃめちゃ強いのよ。この子が、2ターンの間ダブル吸収しながら、まあ、雲も作りながらも、これ、場面をね、水光に変えると。で、本家のやつが、この4ターン出て、2ターンの間全員のダメージ上限値が60億 HP35% 回復。で、水光にしてるが全ドロ強ということで、これね、シナモンと、この本家ノバをこれ交互に言ったら、これチートやないかいと、めちゃめちゃ話題になってるんで、ちょ、今回こんなの使っていくんですけど、で、新マンジやっていこうか。ね、今回のね、パーティーこんな感じで行かせていただきますよ。まずは、これ副属性ね、全部光に変えた方がいいのか、どっちなのか分かんなかったから、このまま来たわ。ね、これ撃つ、これ撃つ。でね、こうゼルクレア育成生活始まります。すごいゼルクレアのことを見守っててねみたいな感じで打っていく。で、これゼルクレア打つ。で、ノバでもブレーナ打っちゃおう。ブレーナ打ちます。で、全員の攻撃を上げる。で、これでノバ打って、で、またしてもこれゼルクレアで、ノバですわ。オッケー、さ、これでいこうか。これでめちゃめちゃチートだと思う。ここが光ね。オッケー、ここ光が2ある。じゃあ、まあでもここ、こうかな。これが限界でさ、水の無効感とつなげも消して。いや、これ火力やばいぞ。みんなこれ火力見てください。これ全員の火力、これ初手。オッケー、カウント、カウント。おー、さ、初手カウント決まりました。やばすぎんだろ、めちゃめちゃやばいわ。ブレーナがね、若干いってなかったけど、まあ、ブレーナはね、別にいってなくてもいいわけですよ。今回こいつ一応あの 60% 軽減枠で入れてるだけなんで、オッケー。で、こう交互ね、打つの間違いないよね。ここは伸ばしなもんですね。よっしゃ、伸ばしなもん打ちます。あ、待って、パーティーの継承の紹介書効果忘れる前に、継承がですね、左から、これ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 、オッケー、大王案内いきます。で、ここに何がある？光、すごい光。君が輝く一番星、いきます。今日気持ち悪いな。待って、すごい指が思ったより短くて、おいらびっくりびっくり。すごい繋がってない？これめっちゃ繋がってる。下手すぎないか、パズルが。これで、水の無効感入れたから、まあ、繋げ発動してないけど、まあ、これでもね、だいぶエクスタシーなんじゃないかなって。ウェークスタシー、すごいエクスタシーだわ。オッケー、3回まで来ました。でさ、ちょっと皆さんにね、話したいことがあるんですけど、ちょ、ね、すごい最近辛いことがありまして、僕、先週のさ、月曜日と日曜日に、僕、焼肉行ったんですけど、やばすぎるだろう。すごい、週始めと週終わり両方焼肉。これオセロだったら毎日焼肉なんですけど、そう、焼肉食べに行ったんですよ。でね、あ、待って、ここ、ちょ、待って、みんな静かにして、今集中してるから。あたい、ここはこんなんかな。オッケー。そう、焼肉をね、食べに出たんですけど、わー、これ最高のノバ盤面来ました。危ねえ、これ毒消えたらもう人生。焼肉行ったんですけど、で、別に月曜日に食べた焼肉は良かったんですよ。で、日曜日に食べに行った方なんですけど、全くね、同じ店に僕食べに行ったんですけど、なんか焼肉、なんかコースいろいろあるじゃないですか。食べ放題のところ行ったんですけど、で、コースが、なんか何種類かあって、で、僕あんまりお金ないからさ、まあちょっと安めのやつにしようぜ、みたいな感じで友達とそういう会話になって、で、なんか2番目ぐらいに安いコースで、なんか、熟成焼肉コースみたいな、なんかうろ覚えだけど、なんかそんな感じの名前のコースがあったんですよ。あ、これにしようぜみたいな、そんな感じになって、で、店員さん呼んで、すいません店員さんみたいな、はい、お待たせしましたみたいな感じで来てさ、すいません、この熟成焼肉コースって僕は言おうとした瞬間に、なんか熟成焼肉コースの上になんか文字書いてたのよ。で、それがなんか英語でなんか文字書いてて、で、それ英語で書いてるわみたいな、これなんて読むんだろうとか思いながらも、これなんだ、なるほどね。じゃあここはちょっと待ってください、皆さん、静かに。こうですね。よし、こんなんで、これ一応軽減貼れるんでね、これで。そうで、この熟成焼肉コースを頼もうとした瞬間に、なんか、ここ、当て字みたいなのがあって、で、今ちょっとうろ覚えだから適当に言うんだけど、なんか、なんだろう、熟成焼肉だから、なんか、スーパーミートコースみたいな、なんかそういうのを書いてたんですよ。だから、熟成焼肉コースの字ぐらいまで言ってたんだけど、途中でシフトチェンジして、こっちの読み方かなと思って、スーパーミートコースでって言ったら店員さんが、あ、わかりました、熟成焼肉コースですねって言われて、すごい恥ずかしい。
わざわざ言い直したのに、言い直す意味なかったじゃねえか。そのまま熟成焼きにコースって言ったらよかったわと思って、なんかすごい謎のね、僕が配慮をしたんですけど、その配慮何の意味もないっていう。オッケーさあ、ダブル無効貫通入れたよ。いいんじゃない、これ毒くんな。危ないね、これ毒との相性悪すぎるから。ただ今相手がね、光半減だから、これ死んだんじゃないですか。待ってください、危ない、これ大丈夫そうですね。危ねえ。オッケーさあ、これノバ打ちます。でこのパーティーね、体力高すぎない？待って、やばすぎないか。ちょっと待って、これパーティーの火力、あ、体力高すぎるな。こんなにしょ、これ繋がってない、危ないね。そうこれね、左側ですね、このノバ、ノバシナモンロールも両方とも陽の過去あって、待って、毒で死んでない僕。これ大丈夫ですか。次誰、トーヤ先生ないよね、トーヤって。トーヤある先生、お前ないよな、お前なんか先生ないですみたいな顔してるもん。なんか死者誤入したらノバみたいな見た目してるし、お前なもすなったの俺が、ありがとう。危ないわ。じゃあこれはゼルクレア打ちます。ゼルクレア打ってここ一旦だけ消耗させます。オッケー、よし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 、行くぞよりよし。なあ、指減らされるのか。でそう、ノバシナモンが両方とも陽の加護持ってるし、であのノバ本家も陽の加護ある。でゼルクレが全パラからの陽の加護で、プレーナは陽の加護がなくて陰の加護なんだけど、こいつ回復タイプだから HP がね、あの HP 倍率補正なしで20万超えてるっていう、やばすぎこれガチで。このパーティー環境最強ティア1なんじゃないかこれ。どうしたの、いやすごい繋がった、まあいいや。しかも加算もえぐいしね、これしかも光水消すだけで耐久もできるっていうヤバさ、これヤバすぎないこのパーティー。オッケー、ここはねワンパンできないけど、ここワンパンで死なないと思うんで全然いいですよ。オッケー、じゃあこれでいきます。じゃゼルクレアのターン貯めた方がねいいなという判断をさせていただきました。あ、ここに光あんのか、じゃあこのまま光いただきます。でこれなんでいっか、よしこれで。さあうまいね、パズドラがうますぎる男、人気ナンバーワン。オッケー、さあなんで急に人気ナンバーワンになったんだろうね。なんかあのブスランキングと間違えてるんじゃないかってね意見があったらね、いやーかましいわ。オッケー、さあこれでここまで来ました。これ加算大丈夫かな、これ枝豆作るか、枝豆作りながらいきます。うん、いや水うますぎで、これノバ打つ、これ交互に打つの間違えたらダメよ。右肘左肘交互に見てじゃなくてね。ちょ待って、今日面白くないな。ここまでこう組んで、よっしゃー、これでいいんじゃない、これ16個も出てるような気がする値。危ない、だいぶギリギリだったけど、よしこれで倒す。素敵すぎガチで。さあ7回まで来ました、めっちゃ早いなこの動画ね。これプレーナ打つの忘れないよね、これプレーナ打つんだよってね。オッケー、54番面にされるのはやばくない、まあいい大丈夫か、耐久できるか。そうこれのね強みが、さっきも言ったんだけど、これノバシナモンロール光と水消すだけで耐久できるんですよ、これやばすぎねこれガチで。だからこんな感じで水の無効管組みながらちょっと削っていこうか。うん、組めてないです、全然組めてなかった。これで組めてないんだそれ。これでちょっと耐久します。オッケーオッケー、余裕で受け切れるでしょう、余裕すぎるぜ、かゆい、ガチかゆすぎこれ、すごいめちゃめちゃかゆい、頭皮かゆすぎ、ちゃんと洗えてねえのかな。ここが水か、こうかな、こうしよっか、よしこれで。さあ光の無効管組めたから、これは半分までワンチャン削りますよ、半分まで削るか。うわー光半減がキャッチー、光半減ガチキャッチーわ。これ何が強いってさ、これプレーナー 60% 軽減2ターン継続なんですよ、全員の攻撃力2倍も。まあそれはあのノバで関係ないんだけど、いやガチ強すぎそれが。よしこんなんで、これ無効管をさ、水の無効管組んでいった方が強いのかな、どっちなんだろう、なんか超つなげ消すのか。いや無効管組んだ方が多分火力出るよね。いや、これ打ちます。これ、ノバシナモンロールと、ノバ比べたら、あの、他の、リダスキ性能はシナモンの方が強いんだけど、あの、覚醒がね、ちょっと腐ってるんですよ。若干、これ、無効貫通で組んでたら。だから、覚醒は本家の方が強いね。水。あ、すごい、ウォーター。ここにウォーターめっちゃあるんで、こう組んで。
こうかな。よっしゃ、これで倒せるんじゃないでしょうか。なんか変な見り残しだけはやめてください。それだけは本当に値無理です。大丈夫か。要望に応えてくれてありがとうございます。こんにちは、俺です。今回ですね、世界滅ぼしていこうかなと思います。 OK さん、行こうか。これで、いやね、すごい全くの要望通り、うん、これ水つなげ消しにしたらよかったわ。もうワンチャンワンパンできるんじゃないかなって。ロバを信じたオイラがバカだった。ガチですごい思いっきり負けたわ。これなんでこのパーティーで濃紺で勝てないんだろうってめちゃめちゃ思うわ、ガチで。さあ、まあここはゼルクリアで HP 跳ね上げつつ、あーまあゼルクリアのさ、この超覚醒を無効貫通プラスにしてたらよかったんでしょうね。あのリジェネの回復量増やしたいなと思ってさ、ゼルクリア全パラにしたんですよね。オッケー、これでそれにした意味がガチでなかったね。でもまあいいか、このパーティーのさ HP が高すぎるっていう、そういうあれを取れたから、そういう絵面をね、まあそれが十分、センキューということで。どうなってるこれ。いや、すごい繋がりました。楽しいな。オッケーさんで、まあまあいったんじゃない。ワンパンですか。まあ、ワンパンはできないよと。なんでこんなワンパンできないんだろうね、毎回。わからんわ、僕も。まあ、しかもコンボ吸収ですわ。ガチキャッチ。これ打つ。これ枝豆作ろうか。じゃあ。ここで。こうかな。よし、これで枝豆作って、加算稼ぎつつ。いや、もう、巧みなパズルですよ。これがもう10年プレイヤーですよ、パズラー。オッケー、これで倒しますね。オッケー、さあここまで濃紺ですよ。オッケー、さあ9回まで来た。これワンパンできるかな、どうだろう。これ全員の上限値60億ってね、絶妙なんですよね。60億ってこれ70億だったら絶対ワンパンできるってね、値もあの自信を持って言えるんですけれども。光か、光めっちゃ多いね今回。まあ、ここでこうするしかないです。よし、こんなんで OK。 これでつなげになってる。あー、なってはないんだ。どこかになってる。 OK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 。 さあこれで20コンボですよ。ノバパーティーで20コンボできるという素晴らしさ、これはなんか絶妙に毎回削れないんですよね、本当に。楽しいな。ただ毎ターンね、これダブル吸収パーティーなんで、そんなん聞かねえぜみたいな。でもあれだな、なんか新マンジュあんまり吸収ないからさ、なんかノバシナモン使うダンジョンここで良かったのかなみたいな感じだけど、まあ陽のダンジョンで今一番むずいのここだからね。いや、ワンチャン新客式とかむずい。まあ、あかんねえや。皆さん倒します。さあいいね、ボスですよ、ついに。いや、ついにっていうほど時間経ってねえんだけど、ガチ早すぎ。ここまで何分なんだろう。15分ぐらいで来てるんじゃない、もう。ね、パズルも簡単だし、しかもこれ周回性能エグすぎ。ガチ負ける気がしねえわ。こんなこの最強パーティー使ってコンテする人いるんですか。じゃあここで組んでいきます。組んだ組んだ、まあこうかな。さあ、ダブル無効貫通が楽しすぎて、無効貫通ダブルスで組んでいく。ああ、いいね、LG。これでプレーナー軽くさらに跳ね上がるんじゃないですか。いや、いいね。プレーナーがめっちゃ軽く出してるわ。ゼルクリアもちゃんと溜まってる。ゼルクリアって最終形態になったらスキル何ターンで打てるんだっけ、覚えてないです。じゃあ、これ打って、これ雲作るのだけね、どうにかしていただきたい気持ちはあるけど、ここにあるのね。よっしゃ、こんなんでいいや。さあ、つなげ消し型でいきます、今回は。あの、パズルをサボったっていうわけじゃないですよ。いや、全然パズルも組めるんですけれども、まあ、こういうのもね、たまにはいいかな、みたいな、そんな感じするので、さあ、これ倒します。さあさあさあ、ここはゼルクレア打って、ゼルクレア打ったら何がいいってね、このリジェネの割合が増える。それはガチ素晴らしい。あ、雲が張られました。でも、それね、雲で上書きできるんですけど、これ打って、今回でも雲のターンじゃないけど。オッケー、これってこれって、今回ね、あのみんなに結構このノバたちにはこの HP 強化振ってね、めっちゃあのすごい回復できるようにしてるんで、ここか。なんか見捨てない、大丈夫か。まあ、組めてるこれ、わからん。まあ組めてるかわかんないけど組めてなかったら楽しいね。よし、こんなんでこれめっちゃ軽く出すんじゃない、向こう間組めてたら。組めとります、これめっちゃ軽く出るわ、みんな。これすごい軽く出るぞ。よっしゃ、めっちゃ火力出しとるー。オッケー、さあこれあのアイコンのところ
のにさ、これダメージ何倍出てるかみたいな表記あるじゃないですか。あれ出したらいいのかな。あれみんな出してるのと出してないのどっちの方が好き？僕出してない方が好きなんですよね。あれなんかさ、サムネ作るときに邪魔なんですよね、若干。あのたまにさ、僕なんか全然この子火力出さないけど、あの無限回廊とか言ってなんか無理やりあの乾燥させて、なんかスキルとかエンハンスでなんかめちゃめちゃ乾燥無理やりさせて、これであのあなんかまるでめっちゃ火力出してるキャラかのように見せるっていうね、サムネ作業するときがたまにあるんで、バレるからつけてないんですよね。オーケーさ。これで、倍率出てたらね、明らかにおかしい倍率が出てたら、こいつがこんな倍率出すわけねえだろ、お前癖使っただろみたいな感じでバレるんで嫌なんですよ。オーケーさ、これで半分まで削る。水がうますぎ、これ打つ。いいね、プレーナーの裏もたまらない。これが光か。オッケー、何も見えん。これ何？これで組めたかな？よし、こんなにしとこう。つなげ消しでいきます。ちょ、あまりにも難かったらね、つなげ消しにシフトするっていう、そういう素晴らしさもあるから。半分までいくよね。いいね、しかも闇属性になったから、ここからダメージもトゥルトゥルに入っていくわけですよ。シールドはワンパンできるのかな？でもさっきワンパンできたからいけるか。これプレーナー打って、でこれ打ちます。オッケー、で全部水か。じゃあこうですね。よっしゃ、うまいね。しかも水の列とかもこの伸ばしシナモンロールが持ってるから、逆にそれで火力も出してくれるのが良さがある。ワンパンですよ。さあ、伸ばしシナモンロールを止められる者は誰もいないですよ。まあ唯一止められる者がいるとしたら、まあ山本ですね。山本はね、いつでもお前メンテ入れるぜみたいな感じで言ったら止まるんで僕ら。ここでここはこう組む。あ、これこっちか。危ね。あ、これどうなってんだ。水がいっぱいあんのか。こうか。よし、さあうまいね。よし、これでいった。こうワンチャンワンパンはないか。さすがにね、それはないと思う。オッケー。で今回のパーティーね、ノバが、本家ノバが全ドロ強あるんですよ、打った時に。だから2ターンに1回はね、全ドロ強してくれるから、全然あれ盛らなかった。このなんだっけ、あのドロ強、まあここに1個だけ無一郎の武器あるから、それで持ってるんだけど、別にね、毎ターン無理して軽く出す必要もないし。これどうしよう、これはすごいダメですこれはめちゃめちゃ火力が下がるんですけど、よし、これでこれワンパンするんじゃない？自動回復するからさ、もうそれで回復もドロケもいらないんですよ。ここでワンパン、うおーしゃ、ノーコン。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。